帰ってこれませんあ、いいですね、上手ですね。ですが、このフローインっていうものは、あの全身を動かしながら体幹トレインができるっていうところが、従来の体幹トレインと大きな違いがあるところで。なるほど、はい、じゃあ曲げる。そう、あ、そう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 、無理。え、めちゃめちゃ震えてますけどね、うん、え、すごい、え、それきついですか。いや、めちゃくちゃきついです、楽しいですか。楽しいですか楽しいみたいな。でも普通の体幹トレーニングよりは全然楽しい。ああ、うん、え、普通の体幹トレーニング、どこに今その楽しさがあるんですか。ああ、楽しいって言った理由ってなんか、普通だと ただ止まってるだけのトレーニング、うん、5分間みたいな。なるほど、動いてるから、うんうん、いいコメントいただきましたねこの一直線から体を畳むような、え、こういった、おじゃあその状態から背中丸めないようにして、そう、足の付け根引き寄せていきます。すでにね、何もしてなくても辛い、はい、ここそう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 、いただいて、はいはい、滑らせる方の足はもうあまりこう体重を乗せないようにやっていただきたいですね。はぁ、え、きついこっちの足。すごい、軸足半端なくきついこれ。軸足が、実際クオレってどんな会社なんですかって言ったらいいんですけども、クオレっていうのは、はい、あのまあ、イタリア語でハート、心っていう意味があるんですけど、はい、ロゴにも入ってますね。はい、そうなんです。で、心のこもった商品を心を込めて、うん、多くの人に届けていきたいということで、うん、まあ、あの彼自身もトップアスリートっていうこともありますが、やっぱり本物を本当に多くの人に届けていきたいっていうのが、うん、あのミッションというか、あのコンセプトでやらせてもらっています。コメントでね、伊藤ヘロヘロなんてきますけど、あの本当にヘロヘロですいや、結構数回しかやってないし、この短時間なんですけど、うん、あ、明日これ来ちゃうなって感じがするぐらいで、うん、でもやっぱ効果てきめんだなって感じがしましたね。